はい、こんにちは。こんにちは、プーカです。今日は、はい、今日はですね、まあ、12月ということで、うん、プーカーグッズあるじゃないですか、うん、歳末大売り出ししようかと思って。おー、年末っぽい。年末っぽいでしょ。なんと、全グッズ、うん、50% オフにしちゃおうと思います。おー、すごいじゃん。すごいでしょ、うん、もう、買ってくださいってことね。そう、うん、ね、グッズ 50% オフと言っても、うん、結構前のものはあるので、うん、改めて紹介していただきたいと思います。わかりました。覚えてますか？あんまり覚えてないですよね。ですよね、うんうん、ご自身も覚えてないということなんで、うん、ちょっといろいろ持ってきました。うん、おー、いいじゃないですか。ポートレートトートバッグ、2019年だって。そうよ、その2月23日のこのワンマンライブだよね。これすごいこだわって作ったんだよね。本当はなんか最初なんかピンクがいいとかブルーがいいとかさ、そういうところをいろいろデザインにこだわって、結局これが一番可愛いんじゃないか、みんなが使いやすいんじゃないかって、ね、うん、出来上がったですよね。そうです。これ私も使ってるんですけど、うん、大きいんですよ。すごい便利。今ね、あれだからね、袋有料化だから、そうそう、マイバッグとして使っていただきたいですね。そうですね、うん、はい。うわー、これめっちゃあるでしょ。もうそうでもない。でもそうでもなくなってきてますよ、うんうん、これね、うん、プロペラパンチタオル。開けちゃってもいいですよ。開けていいの？うん、2017年とかじゃないかな、2017年か、うん、あ、でももうこれさ、間違えたぐらい作りすぎたんじゃなかったっけ。結構作った、ね、わあ、これもね、私たちタオルにはこだわりがあるんですよ。入ってる？入ってるよ、バッチリ。いいね、ポケモンいいって言ってる。これこだわりポイントはまず、うん、よくさ、バンドのグッズでね、マフラータオルっていうのがあるんですけど、マフラータオルってこれの本当にね、半分ぐらい こっちがそう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 、で、こういう状態のタオルなんですよね、うん、で、結構グッズで買ったりするんだけど、結局ね、タオルってやっぱりさ、タオルとして使うじゃん。なんていうの、うん、なんていうのかな、そうなった時にマフラータオルって本当に使い勝手がちょっと困っちゃうっていうか、悪いって言ったらあれだけど、トイレにかけても、トイレにかけんなって話だけど、トイレにかけても細っみたいになる。ただ、タオルはもうフェイスタオルがもう形がいいっていうね、ところで、絶対これがいいんだと作る。ちゃんと使ってほしいみたいなところがあるよね。はい、これめっちゃ使ってる私今。ここに私も今使ってるの見せたい、うん、あ、これまずね、これ巾着、もうシンプルな巾着袋、ほらこういう感じになるんですよ。これもねこだわっちゃうんだよね。でかいんだよ、結構容量がいっぱい入るから。私はワンライフの中でケーブル系、あ、すごいかさばるの、パソコンとか全部のケーブルをここに入れて、うん、もう全然余裕なぐらいの、これをこうやってかけてるっていう、うん、で、チラッと映っても可愛いよみたいな感じです。はい、うん、おすすめ、これは本当に。これ私もすごい使ってる。すごい使うよね、うん、このままだって出かけてってもいいもんね。そう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 、うん、うわー、これは、水なし革 T シャツ2色です。じゃーん、私の似顔絵を描いていただいて、綺麗、うん、に髪が入ってる。入ってるからこうやって見せるわ。分かる、うん、分かる、 T シャツのあれに髪が入ってる、うん、上等なやつですよ。上等なやつだね。うん、これね、ピンクと、かわいいよね。かわいい。ジャケットの写真がそれなんですよね。うん、そう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 、うん。このベージュがあるんですけど、うん、これ結構ね、男の人来てもすごい良かったよね。うん、星野優也くんが来てくれてるね。イベントの時に。イベントの時に来てくれてたんだっけ、うん、そうだそうだ。で、その時に来てくれてて、うん、男の人でもすごいね、あ、
かっこいいじゃんっていう感じだったんだよね、うん、サイズは？サイズはあのね大きいサイズしかないんだけど、うんうん、やっぱり今大きめを、うん、こう女の子が着るっていうのもすごい可愛いと思うので、うんうんうん、男性はもちろん女性も、うん、ぜひぜひね、うん、可愛いと思う、うん、私も T シャツ大きいのの方が好きね、うんうん、はい、T シャツ着ました。はい、T シャツ着ましたあ、これは S もあるじゃないですか、うん、これはプロペラパンチくん T シャツ、これはシンプルなね、胸にプロペラパンチくんとスーカっていうね、このシンプルな私がデザイン考えたやつ、グレー、濃いグレーって言ったらいいのかな。そうね、うん、今私が着てるような色、あ、そう、同じ色じゃないそういうの好きなの。で、これがもうね、私はちょっと見せたいんですよ。これね、地域によってね、うん、人気が二分されるんですよこれめっちゃ可愛いじゃんっていう地域で、うん、こればっかり若売れするところもあったし、九州とかですごい売れましたよね。そうだね、すごい人気だったの、このプロペラパンチ、これめっちゃいいじゃんって言って可愛いよね。可愛い。これ海外でも行けそうじゃん。行けそう行けそう。なんて書いてあんだろうみたいな。なんて書いてあんだろうみたいなね。感じ T シャツ的なね。そう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 。うん、いいね。小物に行きたいと思います。はい。はい。わー出ました。これ一番最初の時じゃない？そう。うんね。これもポートレートだ。これね。うわー私の指紋がつきそうよ。ほら。これもすごいね。可愛いんだよね。うん。クリアファイルなんだけど、ね、これ後ろがね、こういうブルーみたいな感じで、うん、めちゃめちゃ可愛いんですよ。あの、愛子ちゃんこれデザインしてくれてるけど、愛子ちゃんの中では初の挑戦となるカラーリングだったっていうことを覚えてる。あ、確かに。愛子ちゃんはこのさっきのプロペラパンチ T シャツを見ても分かるように、原色×原色、うんタイプだったんだけど、そう好きだね。これね、プーカ新しいイメージでいろいろやっていくぞってなった時に、新体制になる時にね、そう、うん、なんだろう、くすみがかった色というのを初めてデザインに取り入れたというですね、いわくつきのクリアファイルです。いろいろやっぱり思い出あるね。思い出あるよね。これもいいと思う。プーカのボトルだね、うん。これもシンプルで、私すごい好きなんですね。うん、量もね、うん、比較的いっぱい入るというか、そうね、250だ。サーモボトルって感じ。そう、サーモボトルね。うん。があの保温とか保冷とか、うん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 、バッチリです、うんうん。うん。なんかボトル欲しいっていう風に言ってもらって、うん、それで作ったんじゃなかったかな。そう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 。ね。うん、あれね、これめっちゃいいんだよね、うん。これキーホルダーなんですけど、これ光る。蛍光板になってるね。そうそう。だからね。あの暗闇、冬は特に夜が長いんで自転車の鍵で使ってたりとかしてた。ああ、そうだそうだ、うんうん、キラキラ光るから安全ですよっていう感じでつけたり、あとはね、カバンにつけたりしても反射するから、うん、いい感じです。全部かわいいな。あと、ごめん、懐かしいこれですね、うん、これはなんと何かっていうと色鉛筆。しかもここが鉛筆削りになってて、うん、赤、青、黄色とある職場とか学校とか持っていったらウキウキするんじゃないかなっていうグッズですこれなんで作ったんだろうね。わからない、わからない、これなんで作ったんだろうね。あとこれですね、うん、そう、これね、プーカのピックなんですけど、これ私ギターを弾くときにものすごい柔らかいピックが好きっていうことで、どんだけ柔らかいの使ってるかっていうのを表現したすごい柔らかいピックになってます。で、結構グッズで売ってるピックってめっちゃ硬いのよ、うん、本当に私が使ってるぐらい柔らかいピックでもすんごいめちゃめちゃ割れるので、うん、たくさん買ってくださいこれちなみに、さとちゃんがピックを忘れた時も、うん、ライブでこれ使ったりしてますね。ほんと使ってます。ある？助かります。もう、これね、その一番最初のイベント、ポートレート。そのイベントをするにあたって、こうやって毎日デイズを撮って、そして毎日チェキで写真を撮ってたんですよ。うん、
それにサインして貼り出してたんですね。貼り出して物販してたんですよ。うん、残った子たち。残った子たちです。だからデイズと照らし合わせて、うん、割と連動してるものを見てもらうと、この時のやつかみたいな感じで面白いのでゲットしてほしいなと思いますね。うん、いや懐かしい。私は懐かしいこれ。へえ。懐かしい。ね。セッションズの一番最初のセッションズじゃないかな。うん、いやー面白い。そんな感じなので、うん、ぜひ、はい、あーこれは超ある、超ある、これマジ、これはマジで超ある。これが間違えたやつか。これ本格的に間違えたやつだ。そうです、うん、これは本格的に間違えて発注しすぎたプーカのコースターです。これ違うんだよね。これ理由があるんだよね。あの CD を出すときに CD の中に入れて、うん、初回限定みたいな感じの特典、うん、この厚さだったら入るっていう話だったから、これを発注したらあの入んなかったって。初回分の枚数だから相当の枚数これも作ったんだよね。作ったね。これでもすごい、やっぱりコルクだからめちゃくちゃ吸水するし、うん、シャレだし何回も使えるしね。何回も使える、本当に、うん、うちもすごいある、うん、私もすごい普通に使ってる。使ってるよね。ご家族分、うん、まとめ買い、まとめ買いでぜひよろしくお願いします。これは本当にでもいいよね。うん、これあとまだまだある。やっぱ全然あるよ。あるんだ、うん、プーカステッカー、うん、このねやっぱりねロゴがすごくかっこいいので、これもねデザインしてもらったんですけど、うん、このキラキラはね、これは私が個人的に携帯に貼りたかったっ、うん、皆さんも携帯にぜひ。はい、お願いいたします、うん、あ、これは水無し川の歌詞カードじゃないですか。そうです。これね、配信限定だからね、その歌詞カードがやっぱり欲しいなという方のためにこう作ったものになってて、プランにもね、ちゃんと歌詞が入ってます。どんな人が関わってんだなみたいなこともね、そういうところがね、いいなと思うんだよね、ジャケットって。そうなんだよね、うん、あ、この人、これってこの人だったんだみたいなさ、うん、そういうのがあるもんね。いいね。うんうんうん、やばい、かわいい。プーカのね、缶バッジ、缶バッジものすごいいっぱい作ったんですよ。イベントごとに新しい缶バッジを作って、缶バッジガチャガチャ、ガチャガチャの機械があるんでね、プーカには、うんうん、やばい、すごいかわいい、全部超いっぱいあるから。種類も数も超いっぱいある、うん、超いっぱいあるって。かわいい、この水無し川のやつだったり、うん、これすごい目立っちゃって、これかわいい。これ私今欲しい。なるほどですね。名言集ですね。そう、名言集ですね。春、そう、花水木ですね、うん、プーカのプにもすごいたくさん種類が、いろんな種類がありますよっていう、うん、これ選べるようになってんだよね。選べるようになってます。ガチャガチャはね、もう本当に運で、うん、なんかまたこれ出たとか言いながらやるんだけど、あのネットの方は何番何番何番で選べるようになっております。だからこちらも2個で今500円なんですけど、うん、もう4つ選べるようにしましょう。おと、うん、いうことで、うん、以上ですね。おー、新しいグッズを作りたいので、うん、皆さんぜひこちらのグッズ全部ね買い占めていただいて、はい、そしたら次のグッズを作るぞみたいな。そして来年からいろいろまた始めていきたいということで、うん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 、やりたいことはあれど、うん、ね、やっぱりはら、ね、先立つものが、先立つものがまあまあ、うん、それは差し置いてもですね、うん、あのすっごいこだわって作ったグッズだから、うん、全部だってすごいあの思い出深かったよ、うん、これはなんで作ったんだろうって話したんですけど、ノリと勢いかな、かわいいとか言って、そう、かわいいっていう、ね、というわけでこのセールが12月11日土曜日のお昼の12時からスタートしますということなので、ぜひ今年のうちにこのグッズ皆さん手に入れてください。12月31日までということなのでね、新しいグッズ本当に作りたい、はい、来年に向けて会う時に着てきてください。 T シャツとかよろしくお願いします。